巨人育成6位男中継ぎエースを確定させる。菊池大丸育成6位2年目にして43登板防御率 3.35 HP23 奪三振率 10.26。 これは中継ぎエースめっちゃタフそうだし、取りま三振取れるのはでかい。特に中継ぎの場合はランナーを埋めた状態での登板もあるから心強い。腹に潰されなければ総意投手になる。やっぱり中継ぎは決め球ないときついよな。決め球が落ち球なのがいいよ。スライダーとかが決め球だとピンチの時に当てに来られてポテンが怖いし。こいつは間違いなく伸びる。菊池と田中は今後巨人を支える中継ぎ投手になると思う。すごい真面目で貪欲に野球と向き合ってそんな顔つきに惚れた。やっぱり育成上がりは応援したくなるよな。大事に使ってあげてほしいな。決してドラフト上位獲得したわけじゃないけど、こういう若手は大事に育てていくべき。ご視聴ありがとうございました。